げんげんげん。はい。スタンドデスクだね、それ。いいね。いいよ。マジ全人類昇降式にした方がいい。集中できる。落ち着きない人にはバッチリだね。まあでもあれじゃない、げんげん、ちょっと画面ばっか見て、うん、目疲れてるんじゃない。ちょっと目は酷使しちゃってるかも。まあ、そうだよね。うん、だからまあとりあえず目隠しつけようか。え？ちょっと気合いしよう。寝っ転がってからつけた方がいい。順番間違えてるから。ちょっと気合いしよう。怖い。めっちゃ怖い。休憩です。今一番休憩できてないけど。怖っ怖っ。全然休まらなかったわ。はい、ということでげんげんさん移動してきてもらったわけなんですけど、絶対会議室でしょ。あの経路でわかるのよ。ということで今回の企画、目隠しオックスフォード入試。うわー、久しぶりにやるなこれ。第2回ですね。第2回だ。3年前とかだっけ。3年前とかじゃないかな。懐かしい。奈良とかね、目隠しで解いてたもんね。ありましたね。うん。ただいねえだろ。ありましたね。わけです。今度げんげんには目隠しでオックスフォードの大学入試で使われる数学の問題を若谷に英語で読んでもらうので、耳だけで脳内にもう数式を展開させて解いてもらいます。まあでも3年前より俺数学力は絶対上がってんのよ。講座とか作ったら徹底基礎講座ね。で英語力に関してもめっちゃ上がってる。あの最近さ英語の講座出したじゃん。そうだね、英語の徹底基礎講座。そう、めちゃくちゃ参考書見たから、うん、伸びてる気がするんだよね。ただリスニングってなるとちょっとね、わかんない。あとね、あの英語の参考書に数式の単語とかないから、まあでも数学と英語は当時より伸びてると思うからね。頑張ります。Question number one. 早速。 How many real solutions x are there to the equation x times the absolute value of x plus 1 equals 3 times the absolute value of x? Note that absolute value of x is equal to x if x is greater than equal to 0 and equal to negative x otherwise. なるほど。まあだから実数解がいくつありますかで絶対値を含む方程式だったのは覚えてるんだけど、待って、方程式忘れちゃった。How many values, solutions are there in the equations? みたいなこと言ってたから。で、方程式の実数解の個数を求めようで、実数解が入って、x times absolute x plus 1 equal, なんだっけ、3 times absolute value of x とかだっけ。で、absolute value が絶対値ってことなんだよね、きっと。だから x×x の絶対値プラス1イコール 3×x の絶対値が何個の実数解を持ちますかっていう問題か。さて x が0以上と0未満で場合分けするか。0以上の場合は0より大きいから2個の正の実数解を持ちますよ。で x が負の場合はx が0の時負だから1個の実数解を持つ負のところに。ということで答えは3個かな。 The answer is 3 correct. イエーイ。すげー。で、げんげんに謝らなきゃいけないことあるわ。うん、これ普通に選択式の問題だった。あ、マジ。あ、選択式なんだ。あ、そうだよね。そうだ、確か3年前選択式だった気がしたんだよね。どうする、このまま選択肢なしでもいいけど。いやー、じゃあ分かった、答えてみて、うん、それは選択肢になかったら教えて。 OK。 これでできてたらもう前回さらにパワーアップした。前回超えなきゃいけないもんね。成長してるとこ見せないとね。 Question number two. OK. 100 circles all share the same center and they are named C1, C2, C3, and so on up to C100. For each whole number n between 1 and 99 inclusive, a tangent to circle CN crosses circle CN plus 1 at two points that are separated by a distance of 2. Given that C1 has radius 1, it follows that the radius of C100 is... え待って、ちょっと待って、途中聞き取れなかったな。いや、まず C1 から C100 まで中心を同一にする円がたくさんあって、で C1 の半径が1の時 C100 の半径はっていう問題なんだよね。
distance が2みたいなのが聞こえて、問題の穴埋めを推測すると、タンジェントって正接って日本語で言うんだけど、だから接線ってことなんだよね、きっと。 CN の接線が CN プラス1と交わったところが距離が2っていう、弦の部分が2っていうことなのかなっていうふうに思ったら、まあ、直角三角形を作ることができるんだよね。半径を2乗したものが1ずつ増えていくんだよね。だから C1 が1の時は C100 は、2乗したら100になるはずだから半径は10が答え。 The answer is correct! 10! 合ってた？え、ちなみにね、2分目かなの最初の方聞き取れなかった。For each whole number n between 1 and 99 inclusive, a tangent to circle CN crosses circle CN plus 1 at two points that are separated by a distance of 2. 言ってるね、ちゃんと。言ってる。これね、たまたまか分かんないけど、聞き取れてなくても大丈夫な場所。CN のタンジェントがなんか CN プラス1とどうのこうのって言ったから、ってことはこういうことかなっていうのを予測して、なんとか正解できたね。Question number 3. Let's go. Come on. The equation, x squared minus 4kx plus y squared minus 4y plus 8 equals k cubed minus k is the equation of a circle k for all real values of k.B, if and only if either k is greater than negative 4 but smaller than negative 1, or k is greater than 1. C, if and only if k is greater than 1. D, if and only if k is smaller than negative 1. E, if and only if either 1. D, if and only if either k is greater than 1 but smaller than 0, or k is greater than 1. 選択肢聞かない方がいいわ。絶対。選択肢覚えないとして、x 二乗引く 4kx 足す y 二乗引く 4y 足す8イコール k 三乗マイナス k という方程式が円となるような K の範囲はっていう問題なんだよね。つまり平方完成すると -1 から1の範囲と4より大きいところか。あ、ちょっと待って、あ、間違えた。 K が -4 から -1 の範囲と1より大きいとき。 The answer is correct! おー、よかった。計算がやばいね。でもめちゃめちゃすっ飛ばして意識したけどな。平方完成する時のポイントっていうのがあって、普通さ x 二乗引く 4kx のところって x 引く 2k の二乗引く 4k 二乗みたいな感じで定数項を一旦そこで揃えると思うんだけど、え、これ伝わるかな。俺の場合は、もう一旦どっちみちさ右辺に全部移行するわけじゃん。だから x-2k の2乗と y-2 の2乗っていうのを出した後に定数項の部分を両辺に足したんだっていうイメージで右辺に 4k 2乗と4をポンって置いてるんだよね。なるほどね。伝わった？絶対伝わってないな。なるほどなるほどね。声のでかい、まあそういう考え方もあるよね。声のでかいなるほどねはね、分かってないやつ。相づちってね、ちっちゃく打つものだよ。聞き取れてない部分もなんか数学でこういう問題あるよねっていうのでうまく補完しながら予測してる。でも実際リスニングでもさ、そうじゃない、わかんない、全部が全部聞き取れるわけじゃないけど、前後の文脈とかでなんとなくこういうこと言ってんだよなっていうのを感じ取って意味取ってるからね。なるほどね。え？ Question number 4.A sequence has A0 equals 3, n is greater than equal to 1, the sequence satisfied an equals 8 times parentheses an minus 1 parentheses n to the 4th power parentheses parentheses がわからん。え、だから数列なんだよね。全化式だ。で、an イコール8 times 8 times parentheses A n minus 1 parentheses n to the 4th power the value of A10 is parentheses って学校で習う？アメリカの小学校2年生なら分かるかなっていう。え？ガウス記号とかじゃないもんな。ガウス記号とかじゃないもんな。 an equals 8 times parentheses a n minus 1 and a parentheses to the 4th power
おー、なるほど。The value of A10 is… わかった。カッコ。だって、parentheses で囲ってたってことは、確かにカッコって英語でなんて言うんだ？ parentheses なんだ。あれ？そうだよね。だって、8倍のなんか an-1 をくくってるもんね。カッコだもん、絶対。で、the value of A10 is A2 to the parentheses 2 to the 20th power and a parentheses all over 3 B6 to the parentheses 聞かない方がいいかもこれ混乱するえ待って選択肢がむずくないまずそう、so, A、うん、2 to the power of 2 to the power of parentheses 2 to the 20th power and a parentheses あなるほど2 の, all over 2の20乗乗ってことかで all over 3あ、を3で割ったってことね。まあ確かに2と3しか素因数持たないから、その選択肢になるのはね、合理的だね。要は、何とかの2の20乗乗を何で割ったものですかっていうことだよね。だから分母に3っぽいやつが来てるやつは全部×だね。2の素因数が来てるものが答えになるはずで、で、2に関しては、2分の6の2の20乗乗が答え。The answer is correct! Yeah! これはすごい。これはすごい。これはね、紙とペン必要なやつよね、絶対。でも選択肢で、まあ、なんか2の20乗乗がされてて、でそれを2とか3とかで割ってたじゃん。だからまあ素因数に着目するんだなっていうのが分かって、全化式数列見ると8倍して、だから2の3乗倍して、で an-1 1個前の方を4乗してるから、で a0 が3っていうのを考えると、素因数が2と3だけなんだよね。だからその3の素因数が何個あるかっていうのと2の素因数が何個あるかっていうのをそれぞれ計算することで答えが出るっていうね。これ簡単だね。脳内でさ、数式を描いてる。あ、数式描いてるんだけど、情報を最小化してる。普通式ってさ、ずらーって書くじゃん。その中の、例えばじゃあ x2 乗の係数だけ引き抜くとかで、 3+4+5 か、じゃあ12ってことかで、12を一旦記憶しといて、ずらーって並んでる式の今度は1乗の項を計算してみたいにしてる。だからその今回も2の素因数と3の素因数に分解して、普通だったらさ、全化式って解かなきゃいけないじゃん、ちゃんと。でも解くんじゃなくて、もう2の素因数のことは忘れて、3だけに着目したらこうか、2に着目したらこうかっていう風にしてるから、共通テストと一緒。そういうことだよね。そう、共通テストって穴埋めじゃん。その穴埋めと比べて、あ、今2乗の項を求めたいから、この係数とこの係数とこの係数だけ足し合わせれば答え出るなっていうのを見抜いて、なるべくね、ワーキングメモリーっていうのを最小化してるね。ラムと同じ仕組みなんだ。まとめて考えようとしないっていうのがコツかもね。目隠しする人は誰の参考になるんだ。ほんと普通の人そうなんだろう。一つ計算して手元に戻ったら、さっき計算した数字とかを多分、ね、忘れるんだよ、俺ね。数字めっちゃ覚えられるんだよね。確かにそれは普通に驚いた、単純に、なんか頭の中で思い浮かべたら、なんかねカチッとはまるんだよね。え、だってさっきのね、多分 n の方程式覚えてるよ。 x2 乗引く 4kx 足す y2 乗引く 4y 足す8イコール k3 乗引く k でしょ。第1問も覚えてるわ。え、x かける絶対値 x 足す1イコール3倍の絶対値 x か。やばいやばいやばい。え、覚えてる。問題覚えてるのすごいよね。iPhone でも一回削除してもね、一応まだ残ってるもんね。そう、ゴミ箱に残ってる。ゴミ箱で、ゴミ箱から今引っ張り出してる。じゃあ最終問題です。Question number five。はい。Alice and Bob each toss five fair coins (parentheses). Each coin lands on either heads or tails with equal probability and with each outcome independent of each other and the parentheses. Alice wins. If strictly more of her coins land on heads and Bob's coins do, then the probability is P1. If it is Bob's, then her coins land on heads for each of Alice and Bob, then the probability is P2. Which of the following is correct?
P1 と P2 をそれぞれ求めようってことでしょ。あ、そう。じゃあこれ選択肢いらないね。うん、 OK。 やりたいこと分かった。2人がいてコインを投げていって、片方が勝つ確率 P1、 アイコの確率が P2 なわけよ。何個のコイン投げるか聞きそびれたな。問題文もう一回読んでもらっていい？待って。Alice and Bob each toss five fair coins. あ、待って。もう分かった。each toss ね。5枚ずつ投げて表の数勝負ってことか。これは対称性よりアイコの、確率を出して1からアイコの確率引くと勝敗が決まる。それをちょうど半分にすると片方が勝つ確率が出る。ということでアイコの確率を求めればよくて5枚ずつでしょ。P2 イコール256分の63ということで P1 は1からそれを引くと256分の193で、それを半分にするから P1 イコール512分の193だから、512分の193と256分の63。 The answer isCorrect! おぉ、よっしゃー、すごい素晴らしい。一番ね、うん、難しかったのはカッコ。そうね。なんだっけカッコ、もう一回。Parentheses。Parentheses。Parentheses なんてね、大学受験出てこない。そんな感じで。もうアイマスク取って。大丈夫？うん。うわ、眩しい。めっちゃ眩しい。強っ、光。ということで今回オックスフォード大学の数学を、目隠しで解いてきたんですけど、まあ、実際解いてみて思ったのが、あの僕が今ちょうど出している徹底基礎講座数学と英語、このどちらもね、勉強してもらえれば、まあ、オックスフォード大学ぐらいの問題だったら皆さんも問題なく解けるようになるんじゃないかなというふうに思いました。もうこの講座だけでいいじゃんっていうふうに胸を張って言える講座ですので、ぜひ気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。他にもこういう企画やってほしいっていうのがありましたら、ぜひコメントで教えてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。